さんこんにちは、リリーです。今回の動画はですね、この前インスタライブしてる時にリリーさんってどんなベビーベッド使ってますかっていうご質問をいただいてお答えしてる時に思ったんです。確かにですね、私もまだ妊婦さんやった時一番悩んだのはベビーベッドでした。まず買わなくていいのか買うべきなのか、はたまた買うんであったとしてもどんなタイプのベビーベッドがいいのか、もういっぱい出てるからすごい迷って、はい元気ね。 SNS を見たりネットで調べたり先輩ママさんに意見を聞いたりとかいろいろした中で最終3つまで候補が絞れました。まず1つ目は加藤寺のハイタイプ、ちょっと高めのベビーベッドなんですけど、これの白色めっちゃ欲しいなって思いました。やっぱベビーベッドといえば昔からよう見てたフルハウスっていうね、海外のドラマがあるんですよ。同年代の方はきっとご存知だろうなと思うんですけど、あのミシェルが寝てるベビーベッドめっちゃ可愛くないです？やっぱりベビーベッドって言ったら白い消えてきた、もうほんまにあの柵のね、そう、あのベビーベッドいつか我が子が生まれた時には用意したいなってすごい憧れがあって、高めを選んだっていうのも、私身長162センチあるんですけど、やっぱりおむつ替えをする時もそのベビーベッドは使えるとのことで、低めのやったらね、こうやって腰曲げながらやるのが腰痛になったりして結構痛くなるっていう意見を見たので、ちょっと高めのものであれば楽におむつ替えもできるなと思って、これを一つ目に選びました。2つ目はソイネールっていうものです。そう、これは大人が寝てるベッドの横にこの字タイプのベビーベッドをくっつけることによって添い寝してるみたいに赤ちゃんと寝れるんですよ。で、実際赤ちゃんとがっつり添い寝をすると、例えば寝相悪かったり寝返りした時に赤ちゃんバーって踏んじゃったりとかするとめっちゃ危ないから、やっぱり柵はいるなということで、これもありかもって、あの授乳する時とかね、わざわざこうベッドから立っていかんでも起き上がってそのまま授乳ができたりするのはすごいいいなと思って2つ目に選びました。そして3つ目はこちらです。1つ目と2つ目の共通点っていうのは木なんですよね、素材が。だから赤ちゃんがこう寝返りとかしたらゴンって頭打つと痛いじゃないですか。だから結局皆さんベビーベッドを買われても、その柵の周り内側に座布団を並べたりとか、あとタオルを敷き詰めたりして赤ちゃんの頭がぶつかっても痛くないように皆さん工夫されたり、専属のものが一緒に売られてたりもするんですよ。ただこのメッシュタイプっていうかな、これやとぶつかっても痛くないし、で掴み立ちっていうんですか、するようになって、柵が浅いとやっぱりそれを乗り越えて下に転落しちゃうっていう事故もあるみたいなんですけど、これはベッドの位置をギュンと下まで下げると小さなこう柵の代わりにもなるんですよね。そう、あ、これ安全やなと思って、その中でちょっと遊んでおいてもらうっていけるし、でネットやから、あの外からはママが子供を見えるし、子供からもママが見えるしっていうので安心かなと思って3つ目に選んだんですけど、こういう感じでたった3つお伝えするだけでも全然タイプ違うじゃないですか。見た目も違うし用途も違うし、それぞれのメリットデメリットっていうのもあるので、いや迷うわと思ってたんですよ。なんでこんな皆さん迷われるかって、大体2、3万円とかするものが多いじゃないですか。なので、まあ、以前もお話しましたけど、赤ちゃん生まれてからベビーカーも買わなあかんし、抱っこひもも買うし、おむつとかミルクにもかなりお金かかるから、はしょれるとこはしょりたいなと。ベビーベッドはすごい憧れやったけど、先輩ママさんの意見を聞くと最終的には物置になってましたとか、本当に短期間しか使わなかったからレンタルでよかったかもっていう声を聞いたりとかしたので、何かお家の中にあるもので代用できひんかなってこう見渡してたらあったんです。そう、リビングに置いてたソファー、このソファーなんですけど、もしかしてベッドと高さ近いんちゃうと思って測ったら、ベッドの高さとソファーの高さがもう 4、5 センチぐらいしか変わんなかったんですよね。ベッドを買うにしろ買わないにしろ、赤ちゃんのこうマットみたいな敷布団を買おうって思ってたから、それをソファーに乗せればマジでシンデレラフィットちゃんと思って、ちょっと待ってください。そのソファーがミラクルやったんですよ。赤ちゃんのその敷布団ってだいたいミニサイズが縦90、横60、レギュラーサイズは120の70っていうのが多く出てるんですけど、背もたれ部分を取ると幅が70になるし、背もたれ部分つけてる状態だと60やったんですよ。そう、ほんだらどっちの布団買っても大丈夫やなと思ったので、そのまま西松屋へこうしました。ということで
現在の寝室はこんな感じです、はい、こちらが我が家の寝室でございます。こんな感じで、ここがですねソファーの手すりの部分で、背もたれの部分で、背もたれについてたクッションはこっちにねちょっと壁との隙間があったので2つとも抜いてここに埋めちゃってます。ちょうどこの手すりの部分がボコって盛り上がってるので棒が落ちないかなと思って、いい壁になってますね。で、背もたれを抜いたところにニトリで買ったゴミ箱とフランフランの、長いクッションを敷き詰めてます。まだね寝返りしないのでクッションをあそこに置いてますけど、寝返りするようになったらこのふかふかの素材は危ないので、ちょっと固めのものにしないとな、どうしようかなと思って考え中です。で、この頭の部分、ここはですねじゃん、こんな風になっています。このちょうどねマットとの隙間の部分におむつをどさーっと並べてまして、その横にはセリアかダイソーで買ったケースにミルク飲んでる時にお口拭くガーゼを入れてるのと、あとはパッと髪をくくれるようにシュッシュ前髪留めるクリップを挿してます。まだ隙間あるのでここでねエアコンのリモコンを置いていて、ここにはコンビのホットのお尻拭きを置いています。で、この隙間にはこれも100均確かダイソーで買ったケースなんですけど、そこにベビー綿棒とベビーワセリンで、赤ちゃんの体温計と耳栓を入れてます。この耳栓は夜中棒がギャン泣きした時につけようと思って、買ったら買ったでギャン泣きあんましないんですよね。これはね角が結構鋭利なのでこのコンビの後ろに置くようにしています。で、ここにね隙間があるんですけど、ここには懐中電灯を入れてます。いざという時にパッと逃げれるように、で、地震があっても棒の方に転ばないように、これはちょっと後ろのこのベッドの隙間に置いています。ここには絵本を置いています。この絵本なんですけど、初めての絵本にいいよっていうのでいただきました。こういう風にページをめくるとカエルがピョーンっていう感じでね上に飛ぶんですよ。なので赤ちゃんもすごい喜ぶし、まあ、目を鍛えるのにもいいなっていうので、満金でこれを子猫がピョーンみたいな感じで読んでいます。ベッドのところにはフックでティッシュをかけています。で、この上には3COINS で買ったろうそくのランプを置いています。これは夜中ミルクをあげる時とか、そういう時にこれを照らしてミルクをあげるようにしています。そんな感じ、いい感じでね、このマットの中には防水シートを挟んでます。あのミルクの吐き戻しがあってもマットまで締めないように入れてます。でね、これさっきかけてたのは、赤ちゃん寝てると足ポンポン蹴って上に上がっていくんですよね。一応丸いプラスチックのものにしてるんですけど、頭打ったら痛いやろうなと思ってここにバサッと、さっきは綺麗に置いてたけど普段はもうこんな感じで置いてます。だから上に上がって当たっても痛くないし、夜中のミルクの時には哺乳瓶やったりミルクを入って渡して軽くは持ってくれるんですけど、そこを瞬時にこれで固定します。こうすると夜中めっちゃ眠い時にずっとこうやってミルク支えとかなくてもある程度いけるので、タオルでかまして飲んでもらってます。まあ、体力的にも余裕あるわっていう方はね、やっぱり手で持ってあげたり抱っこしながらあげる方がいいかもしれないですけど、私はちょっとサボってこういう感じでブランケット巻いてます。言うてこのまま寝ちゃったり目を離してこのふわふわのものに顔が埋もれちゃうと危ないので、しっかりと様子は見ながらっていう感じですけどこんな感じでやってます。もういらんの。はい、ということで皆さん今回の動画いかがだったでしょうか。今回はですね、私の家のベビーベッド周りとベビーベッドの代わりにソファー使ってるよっていうまさかのアイデアをご紹介しましたが、ほんまに使いやすいので、もし高さとかサイズがぴったり合うソファーをお持ちの方で、まあ、これから冬になるしリビングではこたつばっかり使ってソファー案外使わんなっていう方は試されてもいいんじゃないかなと思います。まあ、ベビーベッド買うもよし、買わんもよし、お布団もあるし、どれもね、メリットってあるので、たくさんの案の中から皆さんがこれやっていうのをね、選んでもらえたらなと思いますし、今回のがね、あ、なるほど、うちんちのやつこれでいけたわっていう方がね、もしいらっしゃったら私もすごく嬉しいです。またですね、皆さんは今どうされてるのか、そして何
を買おうとされてるのかとか、よかったらコメント欄に書いてみてください。きっとね、今迷われてこの動画を見てくださってる妊婦さんの方にもめちゃくちゃ皆さんの意見って役立つと思うので、ぜひ掲示板代わりに使っていただいてOK なので、はい、皆さん和気あいあいと、輪を広げていけたらなと思っています。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。